はいどうも白滝です。今回の動画は明日にイベントとガチャが更新するということで、明日イベ予想とガチャ予想、そして動画の後半戦ではファイナルミキサー、自チーム枠、ランダム枠、ポジション、まあ、同一ポジション、まあ、この3枠があるんですけれども、まあ、自チーム枠どこがおすすめなのか、ポジション枠であればどこがおすすめなのか、これに関して話していこうかなと思います。まあ、よければですね、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。まずはじめに話していく内容がガチャ予想の方になりまして、明日2月2日水曜日に OB 第4弾が登場すると予想しています。この OB 第4弾に関しては昨日に動画を投稿したので、見ていない方はこの動画見終わった後概要欄のリンクから飛んでください。イベントの予想になりまして、明日 OB シリーズが登場するのであればランキングイベントが登場します。こちらがランキングイベントの更新順番の表になりまして、1月から2021年1月から1月はランキングイベントはありません。で、2月必勝アリーナ、3月ターニングポイント、4月はプロスピ応援団、5月バッティングトラベラー、6月ネットスタジアム、7月必勝アリーナ、8月ターニングポイント、9月プロスピ応援団で、10月がアニバーサリープレイがあるということであります。ランキングイベントはありません。11月ネットスタジアム、12月田中マセロセレクションがあったということで、ランキングイベントは登場していません。こういった更新の順番できていまして、 OB 第4弾は30連目確定のガチャ内容、自チーム枠がないガチャ内容で登場すると予想していまして、自チーム枠がない場合、ランキングイベントはパーセンテージがあるイベントが登場します。で、そのパーセンテージがあるイベントは3個になりまして、3つになりまして、ターニングポイント、プロスピ応援団、ネットスタジアム、この3つになります。先ほどの表に戻りまして、プロスピースのイベントとガチャは古い順番から更新されます。先ほどの3種類の中で一番古いのが8月のターニングポイントということで、明日 OB 第4弾パーセンテージありのイベントとしてターニングポイントが登場すると予想しました。あともう一つイベントに関して考えられることが新イベントの登場。今年プロスピース公式のツイッターにてビッグサプライズがあるというね、まあ、ことを公言しているので、ビッグサプライズの一部として、まあ、新イベントの可能性もありえます。最終的に更新のまとめとしては、明日のイベント本命としてランキングイベントのターニングポイント、そして対抗としては新イベント、こういった予想をしています。で、ガチャに関しては OB 第4弾、まあ、偶数弾ではなく奇数弾か、まあ、30連目 OB の選手1人確定、ボーナスパーセンテージありのガチャ内容で登場すると予想しました。次の話になりまして、今現在の撮影時刻が1月31日月曜日15時に更新情報が来ていまして、イベントビンゴミッションの一部ミッション内容変更について、こういったお知らせが来ています。こちらのお知らせになりまして、どういったことが書かれているのか、プロスペースをインストールした時、初心者のイベントとしてビンゴミッションがあります。そのビンゴミッションの一部内容が変更される、まあ、そういったお知らせになりまして、このビンゴミッションクリアした人はどうなるのか、まあ、最初見た時ビンゴミッションが復活して、まあ、再び閲覧契約書を獲得できるかなと思いきや、こちらに書かれていまして、メンテナンス開始時すでにオールクリア報酬を獲得した方に関しては、メンテナンス終了後10エナジー、A ランク特訓コーチ、ゴールド契約書、まあ、この3個を配布する予定、まあ、こういった風に書かれています。まあ、リセットではないのでそこはね注意してください。まあ、10エナジー、A ランク特訓コーチ、ゴールド契約書、ゴールド契約書、このプレゼントが配布されます。他にいろんな情報が書かれているんですけれども、重要な情報に関しては以上になります。続いてがですね、ファイナルミキサーのおすすめのポジション、自チームはどこなのか、これに関して話していこうかなと。まずはじめにファイナルミキサーとは何なのか、まあ、前回詳しく解説したんですけれども、まあ、軽く説明すると、今年から新登場するミキサーになります。ミキサーのカテゴリーとしては3種類ありまして、ランダム枠、ポジション枠、自チーム枠、この3種類があるんですけれども、ランダム枠はしないでください。ポジションと自チーム枠であれば、まあ、確率はですね狭まっているので、必ずこの2つのどちらかでやっていってください。まあ、ランダム枠であれば今12球団かける、まあ、何人や20名ぐらい出ているのか、まあ、240分のハテナで当てないといけないので、まあ、必ず自チームかポジション、この2つの、まあ、カテゴリーでやっていってください。
その2つのカテゴリーのポジション枠から説明していくんですけれども、おすすめのポジションとしてはショート枠になります。あなたのオーダーに入ってこないショート枠の選手がいるのであれば、レベルをマックスにしてミキサーに投入して現役最強の坂本選手を狙ってください。まあ、坂本選手は本当にまあショート枠で必須級の選手、まあ、ゲーム的に一番強い選手になっているので、まあ、こちらの2021年シリーズ2の坂本選手を狙って、まあ、必ずミキサーにしていってください。次におすすめのポジションとしては抑え枠になりまして、12分の9、12分の8でリーグあるいはリアタイで使えてくる投手が変換されます。昔のですね、古い抑え枠でも2021年シリーズ2の抑え枠に変換してくれるので、かなりおすすめのポジションになっています。各球団の抑え枠見ていくんですけれども、ヤクルトマクガフ選手、まあ、球威型球威ツーシームスプリット対ピンチを持っているということで当たりの選手で、スアレス選手も球威型球威、まあ、リーグで使えてきます。で次巨人になりまして、ビエラ選手ツーシームスプリット対ピンチ球威型球威当たりの選手になっています。広島の方になりまして、球威型球威リーグ入ってきます。で中日マルティネス選手ツーシームスプリット、まあ、タイピンチはなくなったんですけれども、リアルタイム対戦リーグともに使えてきます。で横浜ベイスターズになりまして、称号で球威 A に乗せることができまして、球威 A に乗せれば、まあ、抑え枠として使えてくるんですけれども、まあ、その称号という手間を含めるのであれば、まあ、三島選手をミキサー投入して、まあ、他の抑え枠の選手かな、まあ変換してもらってもいいんじゃないのかなと思います。まあ、そして最後ではなくオリックスの方になりまして、平野選手も、まあ、球威型球威 A に乗せることができまして、まあ、球威 A に乗せればリーグ入ってくるんですけれども、まあ、他の抑え枠の選手に変換してもいいと思います。ロッテになりまして、球威型球威 A ということでリーグ入ってきます。で松井選手リーグリアタイともに使える、モイネロ選手もリーグリアタイともに使えます。で日ハム杉浦選手は球威型球威 A なのでリーグ入ってきます。そして最後増田選手、増田選手は79、称号で球威乗せることもできますし、まあ、同値にすることもできます。まあ、かなり当たりの選手は多いということで、まあ、昔の抑えの選手あるいはまあ今使わない、まあ、入ってこない極みにすることができない抑え枠と、まあ、違う抑え枠変換してもらってもいいんじゃないのかなと。ミキサーのカテゴリーとして自チーム枠があるんですけれども、これは選手によって変わってくるので、ミキサーの順番としてはポジションミキサー、まあ、おすすめとしてはショート枠と抑え枠で、次に自チーム枠、そして、ポジションミキサーでも欲しい選手がいない、自チームミキサーでも欲しい選手がいないのであればランダム枠で交換していってください。まあ、順番的には、こういった順番になります。はい、ということで明日にイベントとガチャが更新するということで、明日イベ予想とガチャ予想、そして1月31日月曜日にビンゴミッションに関しての情報が来たので、まあ、それに関しての解説、そして最後ファイナルミキサー、ポジションミキサー、自チームミキサー、ランダムミキサー、この3つがあるんですけれども、どこからやるべきなのか、まあ、優先順位はどうなのか、これに関して話していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。まあ、よければですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということで今回は以上。